闇の炎に抱かれて死ぬ。はい、どうも、最近リアルが忙しくて頑張るためにレッドブルたくさん飲んでたらカフェインが全然効かなくなった男、カイトです。普段コーヒーとか飲んでる人と同じでカフェインの効果が半減しちゃってるんですよね。皆さん、クリスマスプレゼントのたくさんの応募ありがとうございます。まだまだ応募は可能なので拡散してくれたら嬉しいなと思ってます。手のひら返しのようにいつも見てます的な絶対こいつそんな見てないやん DM がクソガキからたくさん来ましたが。プレゼントが当たらなかった方もこれからも視聴と高評価だけでもしてくれたら嬉しいなと思う所存でございます。本日はそろそろクリスマスということなので、今回はドンペイの公式が発表したクリスマスの過ごし方10選にツッコミしていきたいと思います。それでは、どうぞ。クリスマスが早く過ぎることを願う、ボッチと呼ばれる人がいる。ほら、綺麗だぞ。実はドンペイも同じ気持ちだ。年末の方が売れるから。ほら、本音が出てる。CM に出ている弟子と村娘も同じ気持ちだ。もっとちゃんと出会えていたら。まあ待て、恋人と過ごせなくたっていいじゃないか。代わりにドンベイがそばにいてあげよう。いや、ちょっと迷惑この上ないかな。ドンベイと過ごすだけで楽しくなる方法を皆様に伝授。ぼっちにはぼっちの楽しみ方があるのだ。どんばれぼっちクリスマス。ぼっちクリスマスの過ごし方。過ごし方その1。お揚げとキスしてみるべし。少し冷ましたくらいがちょうど良い。あ、そういえばお揚げって確かにキスの感触だったよ。なわけあるか。孤独感増してガチ寝に死にたくなるわ。過ごし方その2。うどんとそばに挟まれて、私を取り合わないでって言ってみるべし。ガチなサイコパスなのかな？てか、擬人化するモデルの人よ。もうちょっとかっこいい人おったやろ。なんでハゲたおっさんと、ひまわり持ったグリーンピースの妖精みたいなやつに挟まれなきゃいけないんだよ。過ごし方その3。隣の家の異性に、どんべえ、作りすぎちゃって、と、声をかけるべし。いや、普通に一人前だけ作れ！露骨すぎるだろ、その言い訳は。これ、ただのありがた迷惑でしかないからね。過ごし方その4。ドンベイを魔法陣に並べて、ドンベイを召喚すべし。急にファンタジー！そっちにはドンベイ6個揃うと魔法陣が発動しちゃう系の世界なのかな？何も召喚されないから普通に食え！過ごし方その5。靴下じゃなく、カップをツリーにぶら下げて、願い事を書いた紙を入れるべし。もうなんか色々と混ざった結果カオス！過ごし方その6。空き容器で熱燗を作るべし。ちなみに熱燗っていうのは、日本酒などのお酒をあったかくして飲むことなんですが、これに関しては突っ込みづらいことこの上ない！中途半端なボケやめて！過ごし方その7。クリスマスプレゼントの平均金額分のどん兵衛を買うと、なんと、煩悩の数と同じ。いや、平均金額知らないけど、さすがにこの量は、健康の極み。ちなみに煩悩とは、私たちを苦しめ、悩ませる心のことなんだけど、お前の心どんだけ汚れとんねん。過ごし方その8。10分どん兵衛を作って、ごめん、待った？って言うべし。ああ、待ってないので大丈夫です。過ごし方その9。どん兵衛よ、どん兵衛。世界で一番可愛いのは私？いや、もうここまで来たら何でもありなんだけど、まさかのどん兵衛魔法の鏡になっちゃうスタイル。もうやめて、これ以上クリボッチの彼女を追い詰めないであげて。過ごし方その10。どん兵衛の3サイズを測って安心するべし。結果、暇人の極み。クリスマス、バレンタインデー、誕生日。これが恋の3大きっかけデーなんだって。しばき倒すぞ。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。